あざっす。ありがとうございます。うわぁ、なんか懐かしいな、ここ。前回の動画の後なんですよね。まあ、社長が今不在なんで、社長の自宅にね、侵入して落書きしたいなと。はい、ご家族ね、協力のもと、家の鍵、借りてきちゃいました。いや、そうですね。まあ、ちょっと、荒らすぐらいですよね。テレビ局のために。ありがとうございます。ありがとうございます。でもあれですかね。塗り替え道場一キチガイボーイズだから。僕らありがとうございます。いやなんかねもうね、はい、もうなんだって問い上げなんで。時間も悪い。時間も悪い。時間も悪いですよね。いやもうね時は満ちた。そうですね。もう時は満ちた。まあ、ちょうど社長が、はい、フィリピンに行ってるんですよ。社長が行ってから、はい、いい連絡来たんですよね。僕今動画撮らせてもらえないですよ。社長の部屋入っていきますんで、はい、セキュリティとか大丈夫ですか。これセキュリティ大丈夫です。任せなさい。セコム、セコム、セコム。もう何も守れてない。守れてない。一番エレちゃん赤いやつ。入っていきたいと思います。いますか。はい、はい、行きましょう。いないですよね。でも僕もやりたいことあるんですよ。なんす。もうムカつきすぎてちょっと待ってくださいね。じゃあもうこれクロスって言うんですけど、小林邸ではキャンバスって言うんですよ。ちょっと落書きをしてやろう。落書き。そうそうそう、バーって書いて。もう好きだよ。あれこういうとこだよね、こうやって。おい、ちょ、違う違う違う、もうマジックテープか。マジックテープ。びっくりした、びっくりした。いけるじゃん、ほら。やめて、おい、ちょっと、違う。マジックテープ、これマジックテープだ。マジックテープだったら大丈夫だ。そうそうそう。で、もうこのね、クロス、裏書きしてやろう。はい、ドンってやらんといて。ね、聞いて、話。はい、分かった、話聞いて。ただ、今日僕は裏書きしたいですよ。楽屋ね。はいはい。で、まあ、個人情報とかバーって書いてるし、もう家帰ってきたら、もう家荒らされとるやんみたいな。じゃがいもさんの家を落書きするとかですか。じゃがいもさん。そう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 。じゃがいもって誰ですか。赤いペンジで覚えておきます。じゃあ、僕緑でいくわ。はいはい。緑だな、緑だな。これを、どうやって、どうやって。ちょっと、やっとるの。あれ、赤、これは赤。これはクロスは塗れるけど。違う、もういい。もういい。クロスはペンキで塗れるけど。あ、分かんない。何やっとんの。何やっとんの。ゲって何だったの。何やっとんの。何やっとんの。ゲってどれ。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。はい。てん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 。ちょっと待って。いい。いやいや、ここに。違う。てんてんみたいな。いい。ちょっと待って。足早さんバカ。何が。足早さんバカ。なんで。ちょっと肩から。違う。あ、消えた、ちゃんと。消えてないね。何が。本当にやばい。じゃあいいっしょ、別にしょうがないっしょ。ちょ、本当にやばい。じゃあ大丈夫だって。足場さん、バカ。これはペンキ塗れる。これ塗れない。これ塗れない。ビビっとるね。ビビっとるね。違う。これは修復できない。ちょ、ボイー。本当に。これはさ、これはこれはあかん。お前どうすんの、弁償しろよ。お前犯罪だぞ、お前。やばいっすよ。ビビやな、普通に。やばくね、普通に。お前どう思う。似顔絵。何似顔絵。鼻がなんか特徴的に。じゃあ俺も似顔絵描けよ。うわぁ。はい、口がいい。はい。何描いたもんでした。え、なんか描いてる。電話番号書いてあげた。すごい大変かも。じゃあ、ちょ待って、本当にやっぱり笑いながら。違う。書くとこがないな。これはそれビビビバレんね。あ、これバレ。あれなんか、大丈夫かな。やべえじゃん、やべえじゃん。やべえから。あかんって、あかんって。そういうのじゃないの。そう、もうやめて、ほんとに。これは多分死んだね、吹きは落ちるけど、多分。で、落ちるでしょ。俺がちゃんと綺麗にしてあげるよ。頑張れ。何やっとんの。ちょっと待って。あかん、それはあかん。それはあかん。マジで。ちょっと待って、ちょっと、違う。ちょっと待って、ちょっと一旦止めて。ちょっと、もう、どういうやつそれ。ねえ、どういうやつこれ。違う。大丈夫。めっちゃ邪魔ありやで。もうやべえって。それはあかん。おめでとうございます。
外してやめてください。禁止禁止。行け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 。どういう？おめでとうおめでとうおめでとう。めでたくない。俺帰ってこれ行くなるわ。ねえ。帰ってこれ。カメラマンカメラマン。ちょっと待って。ちょっといたのよいたのよ。本当に。ちょっといた。何が？え、だってこういう刑事じゃないですか？刑事じゃないって言っとるんですか？いや、それ俺だよ。だってごめん、本当に。出たやん。テラスカイ。やばい。やばい。やばい。テラスカイ。俺とやりたい。これ無理、これ無理、これ誰かで。もう、これやったならやって。これやったならやらなあかんやつ。硬い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 。テラスカイ。どうしたら？キャラメル聞こうか。破れとるしね、しかももう破れとるから。俺破ってないよ、俺破ってない、俺最初からだった、俺破って最初からだった、これ俺全部最初からだった、もう本当にじゃあ俺のせいにしんどいて、えぐいて、カリカリ言うてえぐいて、カリカリ言うてえぐいて、もうこれやったのか、これもう一緒やろやってること、君のこれと、はい、わかったわかった、もういいよ、とりあえず落ち着いて掃除しろ、ちょっと掃除しろ、静かに、やばい、本当にもう帰ってこれ食わねえやつ、これ大丈夫大丈夫、これ食わねえ、ほんとにおーいいって、もう本当にこれちょっと待ってもう買うやつやん、これクロスやっちゃあかんやつ、クロスがなクロスクロスがじゃもういいよ、もうだってさっきクロスって言ったやん、もう本当にもういいシミ君、マジうざい、もういいって、もうほんとやめて触らんといて、もうほんとにもういいおい、よろしいじゃん、どうすんの、もうおいどうすんだって、ほんとにもうだって、ピラリシ君の人いや、出会い式で言っとることと違うって、もういいよ、ほんと、もう出会いの時、一度、ジャンルマスターで、もう、すいません、うまいことやめれるもんね、うまいことやめれるね、壊れるって、もう、もう大丈夫です、もう違う、違う、もう謹慎じゃ解雇も。帰ってこれんもん、これは。またねー。謹慎じゃない、これ。解雇、これも。俺、テラス消しただけ。傷つく。傷つく。ほんと傷つく。つえな、つえな、力が。足場。ちょ、ほんとか、傷つく。床若い、床若い、床若い、床若い。はい、疲れたねー。ああそうだ、締めるさなんでそんなポップに疲れたねーって締めるの今日一疲れたわ、今日一疲れたってマジで雪みたいにこう言ったなんでね、ほんと社長帰ってくるまでちょっと待ちたいと思います、はい、ぜひ
社長がびっくりする顔まで。まあ。波動拳で、だめだ来ると思ったわよ吸収じゃあ社長来るまで休止。そばをぶっ壊したからね。社長、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 お疲れです。やっとんの？お疲れです。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 久しぶりです。久しぶりです。お前らだろう。はい、はい。はい。どうしました？なんで俺、フィリピンが勝ちにこの初日攻撃してくださいな。いやー、遠くから大変ですよね。お疲れ様です。お疲れ様です。結構疲れてます。テラにしよう。大丈夫ですか？テラにしないで。テラにしないで。カメラもあります。素敵だろう。どこにあるカメラ？お疲れ様です。お疲れです。お疲れです。お疲れです。社長お疲れさい。お疲れさい。家があったき、あっためてきました。はい。長岡の人。どうぞ。重ねとったから。お久しぶりですね。お久しぶりですね。お前ら何これ。ドッキリです。はてってーですね。YouTuber 魂みたいな。ドッキリ大成功サムネだけですか、サムネだけ。そうなんだよ。質問ありがとうございます。いい質問ある。いい質問あるんで。おどうぞこれ、押してます社長、二人ときお前これ、買ったばっか買っちゃったあ、言ったうわぁ うわマジで歯折れたはいうわマジで歯折れた歯なら安いですよ、これに比べたら本当に折れたはい取れた、うん、本当ですかいや、グラグラになったうわ、マジですかうわっうわっほんとほんとほんと触ってほんとにグラグラになった、ほんと触ってじゃあ、ほんとほんとほんとマジですか視聴者の皆さん俺もう、明日、裁判所行こう証明事件、証明事件キムタさん本当ですかいや、ほんとほんと、冗談抜きじゃない、触ってはい。はい。いやいやいや。指指。いやいや。真実を神真実を神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 何？ソファー全部新しいの買っちゃいました。イエーイ！おめでとうございます！また面白いのみんなで作っていくと思いますんで。はい。なんかこんなことされてまとめてもあれだけどさ。いや、お前っすよ。チャンネル登録と、チャンネル登録と、はい。いいね。いいね。高評価。お願いします。お願いします。またね。
まあいいんだけど、まあそれはいいんだけど、はい、お前ら片付けるまで帰れんぞ。いや、とりあえず風呂入っておいでよ、お前ら。いや、虫食いに行くぞ。じゃあ虫じゃねえだよ、お前。いや、一応でも、あの、もうか虫食いに行くぞ、俺の名義で言ってみ、はい、俺の名義で言ってみ、あれ、虫食いに行きます。社長、俺の名義で言ってみ、誰が片付ける、いや、自分で片付けて、うん、名義で、あ、なになに、で、もう片付けずに飯食いに行くってこと。いや、どういうこと。片付けたいなー、すごい。そうだよね。そうそう、まあ、俺風呂入っておくで、分かっとるね。俺は別にこれ強制しないよ、自分で決めることは。自分でタオルが、タオルあるとき言ってくださいね。いや、持ってこない。セラカルタ、細かいのね。ちょっと企画は寺橋くん考えたんで、そうですね、寺橋くん企画考えたんで。じゃあ、あとはお願いします。お願いします。そうやつ、いいよ、俺怒られねえやもん。掃除しよう。いいよ、俺だけ掃除しよう。じゃあまた、よろしく。楽しいなぁ、掃除。また、よろしかったら呼んでください。もう呼ばんわ。もう呼ばんわ。まだ見てね。何時帰れねえの、今日。まあ何時 ?9 時ぐらい。12時頃ですよ、これ。社長、お湯大丈夫？